でエンジンを組んでいくところです。今日は日差しが降り注いでいます。網の場合からそうですね、少しね、なんか試合クォーターバック谷口決め切ることができるでしょうか。ランニングバックには中川です。まだ止まらない、縦に切り上がって先制は法政大学です。タッチダウン行くでしょうか。ランニングバックには中川です。まだ止まらない、縦に切り上がって先制は法政大学です。タッチダウンっていうのは一つポイントになります。今日はクイックのパスを多用しています。谷口から高津さです。いやー、綺麗な取り方してますね、高津さ。そうですね、スピードに乗ったオフェンスが勝ることが多いですからね。さあ、また真ん中をねじ込んでいく。ここはタッチダウンとなりました。追加点です、法政大学。リターナーはグローブはしていません。ボールをチップした、速いタックル、敵陣で止めることができました。法政大学出ました、宮崎のブロック。ミドルゾーン空いているぞ、まだ止まらない、ニーアップニーアップ、そのままタッチダウン。谷口から矢作伊吹へのタッチダウンパスです。20対0。いいですね、ちょっとそこがねブレちゃう形になってますよね。はい、基本に忠実な、そんな東京大学。クォーターバック自ら自分で持っていく、まだ倒れない風間のは、うん、まあ、残り時間少なくても本来はやってはいけないことなので、はい、さあ今、さあファーストダウン更新とはならず、フォースダウンはパントです。蹴っていく、リターナーは1人、逆サイドに展開、縦を上がっていく、まだ止まらないぞ、スピードでどんどんぐんぐん引き離していく、まだ行くか、ビッグリターンです。30ヤード付近まで戻しました。70ヤードほど走ったでしょうか。いや、小松素晴らしいリターンですね、はい、オフェンス生かしきれるか。プレーアクション振り切る、タッチダウン、追加点です。コーツさん、さらに点差が広がりました、はい、今はカバーしていたディフェンダーが転んでしまいましたよね、はい、高く蹴り上げます。田中リターンしていく、正面スピードに乗っています。45ヤード付近、逆サイド真横に走ってスピードに乗っていくぞ、まだ止まらない、なんとか追いつきました。タッチダウンコースでした。ん、今フォースカラーじゃないですかね、はい、モーションからダイブ、そして自ら持っていく、ボールがこぼれた、抑えたのは法政大学です。いやー、今のは惜しかったですね。パス、また高津さだ、追加点です法政大学。34対0。アグレッシブサイに期待しましょう。セカンドダウン5、斉藤がターゲットを探す、ポケットから出る、おお、弾いていってそのままタッチダウン。笛が鳴るまで足を止めてはいけません。ランニングバックに持たせていく、抜けてった、これは独走体制だ。東京ダウン初めての得点、タッチダウンです。42対6。東大のディフェンス選手を前にしてきます。抜けていった、追加点です。タッチダウン、理想であればキックではなくタッチダウンで終わりたい。林がまだ止まらない、そのままエンドゾーンに走り込んでいきました。タッチダウン、東京大学が追加点です。もぎ取りました。ファイナルスコアは49対14、法政大学が勝利を収めました。